皆様こんにちは。はい、今日はね、姫路市ですね、街中ですけど十二所神社さんと沖久神社さんかな、要するに、播州皿屋敷ですね。まあ去年も来ましたが、ここはあの早春のね花も綺麗ということで、でまあ沖久を由来についてはちょっと読みにくいですけど、まあ、ぜひ来られて読んでくださいね。で、まあ、要するに、まあ、あの、中心、あの、女性やったんやけど、まあ、あの、お殿様の逆心のね、企みを見抜いた、まあ、烈女というね、非常に忠義の、方やということでこちらに祀られてます。ちょっと時期がかかってますけどね、先ほどのやつのまあまあちょっとね あれです。ちょっと読んでみてください。結局ね、大きく前から関心委員がね、家来でとんでもないのが起こって、まあ、あのお家相当やないけどお家乗っ取りをしようと思ったけど、大きくさんがそれを見抜いてね、それをまあまあ愛おしがったその逆心はやね、女中であったお菊さんが、まあ、そのお皿を用意しようとしたと、10枚の皿の1枚隠してやれ、でその責任をお菊さんに背負わして、まあ井戸に投げ込んだと。まあ播州皿屋敷のね言われですよね。はい、じゃあここでねちょっと見ておきたいのは、やっぱり梅とね老梅とね、まあ水仙一部ね、ここなどは水仙がもう咲き始めてますので、ね、これちょっとね見ておいてください。はい、それとあの老梅ですよね、老梅が何か所か見られると思いますんで、ちょっと何かやってはったかなこれ正月ね、なんかでこれじゃこうアゲハルね、まああの栽培してはるっていうか、バタフライガーデンね、白崎小中学校3年生がやったんだなこれ。綺麗ですね。まああの、あ、朝日まさらも綺麗けど、これも綺麗ですよね。はい。それで、これ、老梅もだいぶ咲いてますよね。うん、何老梅でしょうかね。はい。結構こっち側も、まあ、向こうの老梅の大木あるけど、ちょっとあのテントの後ろなんで回れません。ちょっとあの木だけ打ちとくか。これなんか満開じゃないですかね。ちょっと拡大しよう。これね。大体もう一面満開になってます。それに。ここはちょうちょうでね、梅はまだですね。藤はちょっとまた見に行きましょうね、これ。去年見に行くの忘れてますね。梅はまだね、つぼみですわ、これはね。まだこのような状態やし。で、こっち側も梅の木容器あるんですけど、これ、梅が咲いて綺麗でしょ、ここね。まだちょっとつぼみですね。姫路やからまだちょっと寒いからね、うん。でもこれ一斉に咲いたらめっちゃ綺麗ですからね。老梅向こうにもあんねんけど、ちょっとここだけザーッと見ておきましょう。梅の木がこんだけあるようでね。この梅ですよ。つぼみやけどね。で、これは老梅。
これは梅ですね。もうちょっとでしょ、梅のね。あれも梅の木やし、これも梅ですよ。ねえ、あ、これちょっと咲きかけてるな。ほんのちょっとだけ。まあ映しておこうか。ほんのちょっとだけ映しておこう。咲きかけてる。よし。まあ早咲きのやつも咲いてきてるやつもあるので、でもまあほとんどまだ2、3週間先でしょう。こちら白梅と紅梅やね。つぼみで見たら左側が白くて右側が赤いからね。白梅と紅梅やね、これね。左は白い、右は赤いね。正面は十二所神社ですね、になりますんでね。ほんま梅多いな、梅ばっかりやないですか。でもまだ咲いてないな、これ。はい、立派ですよね。まあそんな感じですか。まああそこでもちょっと老梅咲いてますけど、まあいいでしょう。これちょっとね、これもこの梅やし、これは老梅でした。かいなと。はい、という感じですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。